やお、みんな、元気？今日は早く目覚めて、いらっしゃい山に行っていた。地下鉄でいたんだよ。早朝だったから、人々が少なくて、よかったと思った。見てくれてありがとう。じゃあね。Yeah.嵐山で散歩中にこの可愛い喫茶店を発見しました。抹茶を注文して苦かったのに欲しかったと思いました。じゃあね。嵐山から京都に戻る前にこのソフトアイスは見つけられました。味は抹茶と桜、桜はちょっとしょっぱい。こんにちはみんな。今回はマックのエビバーガーを食べてみた。これ美味しかったよ。本物エビだよ。そしてメロンソーダ。じゃあね。こんにちはみんな。今回は伏見なりの近くにいます。懐石を食べたいと思います。親子丼、焼きうなぎ、和牛、天丼、刺身でした。この和牛丼は最高でしたよ。このしゃぶしゃぶもうまかったですよ。これはお茶漬けです。そしてこの釜飯でした。温かくてうまかったです。ごちそうさまでした。見てくれてありがとう。じゃあね。